どういたしまして。これで困りごとは解決した？解決してないからもっとそばにいてほしいな。あーどうしよう、困ったなそんな突き焼き場でどうにかなるかな。どうにかなったね。あれ？だからこれを当たり前だと思うことにした。うわ、強くて優しいいい人だな。こんにちは、茨と申します。初めての方は初めまして。ときめきメモリアル続きからやっていこうと思います。9月5日日曜日からですね。前回は確か白羽空也くんの名前をちょっと知ったところでしたね。というわけで続きからやっていこうと思います。お、夕焼け。空也さんいないのかな。取材もだけど、あの時のことちゃんとお礼を言いたいのに。律儀だな。この前みたいにハプニングとか困った人がいたら現れるのかなアンパンマンかヒーローのどっちかやん、そんなん。でもそう都合よく困ったことなんて起きないよね。はあ、空也さんどこにいるんだろう。僕が必要？は、必要です。え、ああ、あ、あなたはめっちゃかっこよ。童話の中の王子様みたいだな。てか夕焼けが似合う。めっちゃかっこいいわ。僕を呼んだでしょう。それとも何かお困りかな。優しい。私あなたに会いたかったんですそうらしいね。え、どうしてわかったんですか。知り合いから聞いたんだ。ハバチャの編集部にいる人。はっきり言うと僕の姉なんだけど。あ、マヨさんか。編集部ってもしかして白羽マヨさん。そう、君が僕を探してるって聞いてね。ああ、伝えてくれたったい。あ、はい、ずっと探していたんです。お礼が言いたくて。お礼？何かしたかな。いろいろしてくれたよ。初めて会った日、よろけたところ支えてくださって。ああ、キスした時か語弊がある、ほっぺにね。え、あの日のことをまだ気にしてたの？君は律儀だね。わあ、なんか言い方が優しいな。ほっぺにキスしたこと思い出しちゃった。顔が赤いな。大丈夫？え、なんか近くない？え、なんか距離感近くない？あ、近い。あの、大丈夫です。ところでその制服は。あ、そうだ、制服姿初めて見るね。似合うね。そうそう、ちゃんと自己紹介をしようと思ってここに来たんだった。僕は白羽空也、羽ヶ崎学園の2年生です。え、2年生やったったい。私は今イワラ、羽ばたき学園の1年生です。あの、白羽さん。空也がいいな。みんなにそう呼ばれているから。わあ、フレンドリーだな、空也さん。じゃあ空也さん、改めてこの間は助けてくれて本当にありがとうございました。どういたしまして。これで困りごとは解決した？解決してないからもっとそばにいてほしいな。はい。それならよかった。僕はね、なぜか困っている人や急なハプニングに遭遇しやすくて。前に仕事って言ったと思うけど、こういう体質だからよく街に繰り出して困った人を助けてる。何でも屋さんなんだ。すごっ、ヒーローやん。ただ今日は僕自身のハプニングだったかな。すごく不思議な感じ。ああ君はハバチャ編集部の記者のアルバイトをしているらしいね。そうです。はい、そうなんです。だから、あの、頑張って。記者さんなら流行に敏感にならないと。僕も陰ながら応援してるよ。わあ、嬉しい。空也さんの声めちゃくちゃいいな。穏やかでゆっくり喋ってくれる感じがいいな。ありがとうございます。あの、実は空也さんの取材を。じゃあここで。そろそろ公園入り口付近で迷子とか落とし物が多発する時間だからそんな多発することあるかな。すごいな。行っちゃった。空也さんをインタビューするのには少し時間がかかりそう。お、今日は空也さんいるかな。LINE とか交換しないんだ、そろそろ。いくらなんでも毎回は会えないか。あ、困らないとダメなのかも。え、あーどうしよう、困ったな
そんな突き焼き場でどうにかなるかな。どうにかなったね。あれ、君また会えたね。本当だね、クイア君、本当に会えた。ん？ところでこの辺りで困っている人を見かけなかった？それ多分私です、ユンだ。え？あ、インタビューか。それではインタビュー始めますね。よろしくお願いします。僕にインタビューしても面白いことはないと思うけど。そんなことないよ、ミステリアスだからめっちゃ楽しみだよ。では一つ目の質問です。何でも屋さんになったきっかけを教えてください。困っている人がたくさんいるから。うわあ、かっこいい。え？困ってる。それだけですか？そうだね。では二つ目の質問を。何でも屋さんのやりがいは何ですか？ああ、やりがい、考えたこともないな。やりがいってなければいけないもの？君はどう思う？やりがいはあった方がモチベが上がる気がするけど、どうだろう？逆に質問されちゃったね。言ったでしょ、僕にインタビューしてもいいことないって。手強いな。どうしよう、このままじゃ取材にならないし、いっそのこと密着して実態を探ろうかな。密着取材を申し込みます。わかりました、クーヤさん、もしよかったら密着取材をさせてもらえませんか？密着取材？ずっと一緒にいるってこと？ずっとは無理ですけど、次回はクーヤさんと一緒に行動して私がいろいろ取材します。僕はいつも通りでいいんだね。それならどうぞ。優しい。ありがとうございます。どういたしまして。そうだ、流行りのことを今度教えてくれない？僕はそういうのに疎いから。クーヤ君いろいろ知ってそうだけどな、博識そう。よし、密着取材でクーヤさんのことをもっと知ろう。流行にも敏感になっておかなきゃ。毎回この宿題を出されるんだよね。今日はクーヤさんの密着取材、よし一日頑張るぞ。クーヤさん遅いな。また巻き込まれてるのかな。ごめん、だいぶ待たせたよね。いやそんなことないよ、クーヤさんの曲めっちゃいいな。いや大丈夫です。もしかしてもう何かがあったんですか？うん、途中赤ちゃんが生まれそうな妊婦さんがいて病院まで送ってきた。わあ、いいな。それは良かったですね。そうだね、僕もすごくいい気分だ。それじゃ行こう、デートに出発だ。わあ、デートって言ってる。違いますよ、これは密着取材ですから。そうだった。かわいい、クーヤさんの笑い声めっちゃかわいいわ。ここに来るまでに随分と時間がかかっちゃったね。はい、クーヤさんが何でも屋さんな理由、なんとなく分かった気がします。でしょ。道案内、迷子、落とし物、親切、まさか口論の仲裁までとは思いませんでした。すごいな、本当に巻き込まれ体質なんだね。不思議だよね、自分からおせっかいしに行かなくても気づけば巻き込まれてる。わあ、でもそんな風に巻き込まれやすい人ってさ、結構心折れちゃいそうだけど、クーヤさん優しいな。いちいち真面目に考えていたらちょっと億劫になるでしょ。ああ。だからこれを当たり前だと思うことにした。うわあ、強くて優しいいい人だな。なるほど。君も一緒に巻き込まれて疲れたよね。ちょっと待ってて。何？何か買ってくれるのかな。クーヤさんどこに行っちゃった。どう？美味しい？なんかくれてる。はい、すごく美味しいです。あのキッチンカーたまにいますよね。そうそう、変わり種フードがあるキッチンカーなんだけど、なかなか会えないんだ。そうったい。君のおかげでやっと食べられたよ。うわー、嬉しい。別に私は何も。今日デートに誘ってもらえなかったら、あのキッチンカーに会えていない。このソフトクリームパンにもね。ソフトクリームパン、ちょっとうまそう。ちょっと食べたい。密着取材ですよ。ああ、そうだったっけ。でも今はデートじゃないかな、取材もお休み中だし。本当だね。まあ、ソフトクリームパンなんて面白いよね。
なんだか芸術脳が刺激されない？それはちょっとよくわかんないけど、芸術脳か、私にはちょっと言っちゃうんだ。あれ？同感してもらえると思ったんだけどな。君も芸術を磨いてみたら？芸術ですね、次は。了解しました。はい、頑張ってみます。うん、頑張って。うわ、空也さんの頑張っての威力すごいな。なんでも屋さん本当に大変だな。今日はハプニングに巻き込まれっぱなしで、空也さんの取材全然できなかった。空也さん優しいな。なんか最初のイメージというか思ってた感じと違うけど、めちゃくちゃ優しくていい人ですね。というわけで、続き気になった方また見ててくると嬉しいです。チャンネル登録などもよろしくお願いいたします。茨でした。ここまでご視聴ありがとうございました。動画投稿は2日アップロードしたら1日休むという謎のリズムを刻んでいます。もし少しでもいいなと思ったら、チャンネル登録よろしくお願いします。